チャオ、あちゃんです。昨日買ってきたね、ガンプラもう一個、これガンダムオリジンのザク、量産型ザクやねんけども、 MS-06C ザク2タイプ C タイプ C5、よくわからへんねんけどね、要はね、量産型のね、緑のザク、一番まあ、なんていうのかな、オーソドックスなザクね、緑が作りたくってね、ちょっと緑のザクを買って、ザクか旧ザクかなんかを買いたかったんやけどね、これね、メーカー標準価格が1900円やね、そっからね、1584円になってたね、これザクです。ガンダムオリジン。ガンダムね、HG シリーズって、まあまあこれパーツ数は少ないねんけども、マスターグレードの下、ハイグレードっていう、ね、HG ってやるけどね、蓋を開けていきましょう。まず説明書。HG はね、まあまあ、小さいプラモデル、1000円ぐらいのプラモデルにしたらパーツが多いよね。これ一つの袋の中に、緑とグレーのパーツと、なんか、やっこいパーツと、デカール。で、ポリキャップと、細かいパーツ。それと、濃い緑のパーツと、グレーとかのパーツ。うち緑と、グレーのパーツいっぱい。結構これ1580円やから、組み応えあってね、楽しいプラモデルですね。開けてみましょう。まあまあ細かいね、パーツでね。メガネをかけましょうね。グレーのね、可動パーツ、ボールのパーツとか、このね、可動品みたいな、多分これ骨格やね、これね。骨格あたりのパーツ。ザクオリジン B1 っていうパーツね。で、ザクオリジンの A1 っていうパーツ。これね、外装パーツ。ザクの頭とか、ヘルメットのね、とか、肩のパッドみたいなのがね、いろいろこんなもんがついてるパーツ。緑のね、薄緑の方、ね、薄いことはないけど、薄い方の緑ね、濃い緑と薄い緑に一緒やって、これ薄い方の緑のパーツ。それと、これ真っ黒系のパーツの B1 っていうね、足の裏とかね、胸のね、胸のところ、人が乗るところ、これ、乗り口1個のやつと、乗り口2個のやつがね、これ2種類あんねんけどね、これなんか選べるらしくてね、私もよくわからへんね。ザクの黒いパーツ。で、緑のパーツ。で、次が。これね。濃い緑のパーツ。これザクってね、2種類緑使っててね。スカートとかね、腕のところが濃い緑やでね。これスカートパーツやね。で、これ腕のパーツとかやね。股間のとことかね。こういうパーツがね、ちょっと濃いね。見比べたらね、ほら、色濃いでしょ。濃い緑と薄い緑。これがね、ザクの、量産ザクの特徴やねんけどね。あとね、さっき D1 の黒の、グレーのグリグリのパーツって言ったやつの D2 って同じようなパーツが、ただ左右対称に使うからね。入ってるんやと思うね、同じようなね。で、これがね、グレーのね、背中にランドセルっていうね。バーニアがつく、後ろのパーツ。この辺りのパーツね。結構多いね。1500円にしたら、まあまあ、ボリューミーよね。で、これが。前にこうやってチェックしていかんとね。これ、ポリキャップね。やっこい部品。ポリでね、曲がるね。これが可動部につくやつ。で、これがね、ザクのここについてくる。なんていうかしら。油圧ホースみたいなやつね。これね、結構ね、ここでね、腰作ってね、曲がるんよね、これ。曲げてつけていく部品ね。ちょっとやっこいね、ほら。普通のよりね、普通のね、結構硬い面やけど、これ、ランナーが曲がるね、ちょっとやっこいパーツ。で、これはね、武器やね。ザクマシンガンやね。H2 ってね。なんで、モーションが落とせたい。結構パーツ多いね。これが、HG
クラスでこれぐらい多いし、MG クラスってもっとパーツが多いね。昔 MG の社宅は作ったんだけどね。HG はね、高いの。だんだんパーツが増えてきてね、いっぱい、技術のあれが増えてきて、高くなって、買えんくなる。昔、HG で2000半ば3000ぐらいだった。でも、今も HG1 万とかするから、HG じゃ MG? なんか変わるんだけどね。そこまでね、思い出がないね。これなんかわからへんけど、やっこいパーツね。アンビリカルケーブルみたいですね。ではないけどね、エヴァちゃうから。あとこれね、膝のところ、足の甲とか、太ももとかふくらはぎのあたりね、の緑のパーツ。これも薄緑の方ね。ザクは濃い緑と薄緑でできてるからね。でこれね、なんかマシ、バズーガーとね、バズーガーと、なんかスナイパーライフルみたいなやつと腕じゃん、手のひらとね、これなんやろね、よくわからんパーツ、こんなもんがあって、あとアックス、斧、ザクっちゃこの斧やね、あちゃんこの大好きでね、ザク の武器だよね。であとね、デカールがね、目玉モノアイとかね、なんかちょっと白いジオングのマークとかいろいろ入ってるんだけどね、これがね、また大事な。デカールはね、傷つけない、一番そこに裏返してるんです。で、説明書。これね、MS-06C、ザク2、タイプ C、タイプ C5。ジオン公国軍は、モビルスーツが秘める汎用性の高さに着目し、地球連邦政府との独立戦争において、彼らの兵力差を覆すワイルドカードになると見込んでいた。上層部は量産計画の路線変更を決定し、ジオニック社に対しすでに正式採用が決定していた MS-05 ザク1から機動性と装甲の強化をした上位モデルの開発を指示し、ザク2は MS-05 の運用性と生産性の高さを維持しつつ、MS-04 ブグの設計思考に立ち戻り、機動性及び装備の充実が図られる機体である MS-06C 型、は比較的初期に生産されたタイプで、主に宇宙戦闘を想定し設計されている。後に C 型から改良された C5 であるザク2とザク1で構成されていた特別、強襲隊大隊はルーム会議のある局面において極めて重要な役割を果たすモビルスーツの有用性を決定づけた。タイプ C っていうのはね、俗に言うね、普通のザクで、 MS じゃない、 MS-06 の C5 っていうのはね、乗り口が一つしかついてへんのね。何が違うんか知らないけどね、よくわからない。このね、乗り口がここに1個しかない、こっち2個ついてね。まあその差ぐらいかな。あちゃんもね、よくわからんねん。オリジンは面白くて見ててんけどね、こんな話何もしてなかったからね。 C5 型はこっちを使えと。 C5 は1つ乗り、 C 型は2つ使えと。どっちで組むかな。頭は角のない方を使うんやな。量産型角ないからね。角生えてるのは、シャア専用やからね。まあね、そんな感じで。でこれのね、MS-04 ブグっていうのが、ランバラルが乗ってた機体でね。この回でね、ちょっと埃がすごいんだけど。これも、ね、角どっか行っちゃってんけどね、ブグはね、あちゃん結構ブグ好きでね、これも素組み、色も塗らずに来んねんけど、今度ね、これブグね、また作りたいなと思って、今度はこれをね、またあちゃん色塗って作りたいなと思うんだけどね。これ HG やねんけど、これの角がどっか行っちゃったのよ。どっかにね、落ちた、だから分からんくなってしまって、はい、ブグです。 MS-0 ブグ
でもちょっとモビルスーツだけもほこりつくからね、特にパソコンの上ってね、パソコンファンでほこり呼ぶからね、余計ほこりつくんやけどね、うん、まあ、そんな感じでね、ザク、MS ザク2、タイプ MS06C ザク2タイプ C タイプ C5 に組もうかなと思ってんだけどね、あの一人乗り用にね、うん、こんな感じで、ザクを作っていきたいと思います。またね、選択式で C と C5 が選べるよって書いてあるんだけどね、ちょっとこれ作って、やっていきたいと思います。はい、なんでこれを買ったのかっていうとね、まあ、色塗って作りたいのよ。で色を塗るとねどうなるのかっていうとね、今さっきブグ見せたけどもね、ブグがねプラモデル、もうプラチック丸々の色でしょ。だからね、色を塗るとね結構綺麗に仕上がる。で綺麗に仕上がるんだけど、これねオリジナルの色があって、ね、ザクカラーっていうのが売ってね、ガンダムカラーのザクカラー色があってね、機体ライトグリーン部分、機体の、濃いグリーン部分、それとダークグレー部分、ランドセルのグレー、武器等のグレー、ヒートホーク、アックスねの、ライトグレー、ライフル等のグレーって言って1、2、4、6、7色使うねんけども、これね、ガンダム用の色として売ってんのよ、ザク用の色として。でもそうじゃなく自分で作るんやったらグンゼのカラーでね、ヨモギ色、薄い緑ね、グレー 20%、 ホワイト 10%、 デイトナグリーン少量、あ、ヨモギ色 70%、 それを混ぜて作れと。で本体の緑はカーキグリーン 60%、 ホワイト 30%、 デイトナグリーン 10% で作れと。でダークグレー部分はグレー 70% とブラック30で作れと。でランドセルは、ブルーグレー70、ホワイト25、デイトナグリーン 5% で作れと。武器のグレーはニュートラルグレー60、ネイビーブルーパープルで作れと。そんな感じでね、いろんな色を足して作らなあかんねんけど、もうここはね、あっちゃん設定で塗っていきます。はい、なんでかっていうとね、オリジナルに忠実に作るのも楽しいけども、自分の色を作るっていうのも楽しいんでね。あっちゃん今回このザクはね、自分の色で作りたいなと思って。自分の色っていうか、まあっちゃんの色じゃないんだけど、あっちゃん流のちょっとかっこいいザクを作っていきたいなと思って。これ先頭に持ってきたら目立って負けるやろみたいな色にしたろうかな。はい、それ何かっていうとね、モビルスーツっていうのはね、まあ、架空のアニメのものやけど、確かにオリジナルに忠実に作るってのはあれやけど、アニメのものは自分の好きなように作るっていうのがありやと思うね。あっちゃんは自分の好きな色に塗ろうんで、過去にね面白いことしたことがあってね、うん、まあそれまた今度見せますね。知ってる人は知ってると思うんでね、あっちゃん昔に塗って作ったことがあってね、700円ぐらいのねモビルスーツ HG シリーズをね、そんなことして色塗ることによってね、それが5万円にも10万円にもね内側ある、もちろん自己満足の世界やけどね、それがプラモデルの世界やね。だってこれ1200円のプラモデルに色塗るのにね、これ7色作るのに20色ぐらい色使うのね。20色1色が200円ぐらいするのよ、ペイントが。それだけで塗料だけで4000円かかっちゃうんだよね。なかなかね、いい趣味です。はい。それがプラモデルなんでね。だから今日もちょっとね、これ塗るためじゃないんだけど、車とか作るのにね、何色か買ってきてんけどもね、その塗料とこのプラモデル2つ買っただけでね、ザクとシナンジュ買って、あと塗料買っただけで5000円ぐらいかかりました。4000いくらでした。はい。まあ、それがね、趣味なんでね、まあ、いいと思います。はい。ということで、今日のあっちゃんのプラモデル紹介、ガンダム HG シリーズ、ガンダムオリジンの、ザク2タイプ C タイプ C5 のプラモデル、中開けて紹介しました。この動画良かったよと思ってくれたら、高評価、応援、コメント、チャンネル登録よろしくね。では次回制作動画までお待ちください。さっきシナンジュ作るかもわかんない。